ババアが、また始まったね、ヤスさん。いいご機嫌だね。今日は二つ喧嘩をめっけた。それご覧な、暇なしがあったってまたそういう忙しい日があるじゃない。一つうなぎ屋で仲直りをさして表へ出るとまたあったからな。仲直りをてと貧乏人の喧嘩で今度は浜鍋屋だ。そこで飲んだ酒が気持ちが悪くて、うちの前へ帰ってくると、誰だ前へ水まいたな。確か おじいさんが転んだんだよ。そうか、すさかになってるとこが濡れてるからバタリとそれへ飲めって、いい子のうちに寝ちまうと俺の口の周りをベロベロ舐めるやつがあるんだ。誰だ、ね、俺とキスするやつはないはずだと思って見たら横丁のブチと赤でな。汚いね、ヤスさん。お前さんね、さっきおじさんのとこからお使いがあって、ブンスケさんが手紙を持ってきた。急のご用だといけないからご覧。またご意見のお手紙だろうなあ。俺は30までには意見をされずともきっと世の中に立つんだ。ぐずぐず言わないで、お急ぎのご用だといけないからご覧よ。そうか、待ってくれ。水一杯飲む。酔いざめの水千両と値が決まりだからな。ぐずぐず言ってないでご覧てばさ。そんな赤鞘の一本刀放り出しといたって誰も取らないよ。バカ言え、孫より可愛い関の孫六だ。どれ拝見しよう。いいお手だな。剣術では一歩も譲らんが、筆を取ってはとてもかなわん。何？定序両譜にまみえず、中心自君に使えず。文服茶釜に毛が生えたか。あら、そんなことが書いてあるのかね。我ら老年に及びこの度の仕官、その身の光栄は計るにあらず。一人の老い何時の身を思うがゆえなり。よく存じています。30になればご意見なくとも世の中へ必ず立ってご覧に入れます。君に仕え応募へめでたく務めおり、そのところ同価値村上正左衛門を弟と小九郎、我が君の応募へめでたきを妬み、長沢仕方祝宴の席片物試しよりこと起こり、我を恨み、本日正四つ時高田の馬場にて真剣を果たし合い。何、死境未練な村上兄弟、多分他人ず堂々なるべし、我を忌みながら単身これに当たりし、すとも恐れず南条寺の敵などとかかる場所へ立ち寄るべからず、中山家を相続なして天下に名をあげよ、南寺の出世草場の陰より祈り申す。何、正四つ時、馬場は今何時だ。やさん、もう九つ過ぎだろうね。何、九つ過ぎ、正四つ時、えらく刻限を遅れたり。ババーと大きな声を出したんで、ばあさん驚いて表へ出ますと、真剣勝負空腹にてはなりがたしと、ババアのお鉢取るより早くむしゃむしゃ飯を、関の孫六腰へ打ち込み、千里一時虎の小走り、バーッ駆けつけてくる高田のババ、あなたの方より噂たらだら戻り来る人たちに聞けば、年寄りは撃たれたと聞き、安兵衛怒りを増して乗り込む。高田の馬場十番切りに移ります。